皆さんこんにちは、ティムです。今回は池のあるおしゃれな家を作ってみました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは作っていきます。この葉っぱブロックの位置がお好みでどうぞ。苔むしたレンガブロックを使っていますが、石レンガブロックでも OK です。ですが苔むしたレンガブロックの方がいい感じになるのでおすすめです。今から池を作っていくのですが、自由に作ってもらっても大丈夫なので参考にしてみてください。ここも苔むしたレンガブロックを使っていますが、石レンガブロックでも大丈夫です。ランタンをつけたら外装は完成です。次に庭の装飾と家の内装を紹介しますので参考にしてみてください。